よろしくお願いします。ここで座っててよ。あ、座っておかけいただいて。なんかね、スタートスタジオ、このスタジオ使ったり。これ多分伊集院さんの時出ていただいた時のゲスト、ここでした。はい。じゃあちょっと、先に、3月31日日曜日の分ですね、はいはい、明日の分の、ゲート7を飛ばしていただくことになりますが、はい、今日の意気込みをぜひよろしくお願いいたします。意気込み、そうですね、京都武道館ライブの発表をしてですね、その武道館で何をやるかとかいう打ち合わせとか、曲を決めなきゃいけないので、昨日夜中の3時ぐらいまでずっとアルバムを聴いてたりとかして曲を選んでたんで、まあ、夜ちょっと一杯飲みながら聴いてしまったんで、ちょっと二日酔いです。失礼します。はい、お願いします。このゲート7、はい、6回目の出演ということになりますが、一番多い人はゲストは一番多いのは里崎さん、あと秋井のせさん、現役元プロ選手ですと秋さんは違うから、う、ね、ジャンルっていうかあれは違う、はい、里崎さんが一番、大重さんが2番だと。ちょっと中さん、里に負けてます。しかも今日は先ほどまで解説された神宮球場から、はい、駆けつけていただいてお疲れ様です。ありがとうございます。お腹が空いてすちょっと小腹満たさないと。そうなんですよ。まあ大丈夫です。